日本橋も結構焼けちゃったらしいんですよ。橋の下とかに焼けた跡が焦げが残ってるみたいな、それをちょっと自分の目で見てみたかった。メイクでもなかなか珍しい地下鉄の線路の下を船でくぐるという、あ、ここ通ってみたかった。この辺で屋形船に乗った記憶があり、うわ、すごいな。そしていよいよ日本橋を降りてまいります。